ホペイロっていうのはね、選手が最高のパフォーマンスを発揮するためにスパイクの手入れをしたりとか、要するに雑用係。現在5連敗中のビッグカイト相模原、この一戦に勝利すれば J2 昇格への望みをつなぎます。最終戦前日だよ、もうシャキッとしなさい。シャキッと。どれだけチームに勝ってほしいと思ってるか、どれだけ多くの人がその勝利を求めているか、私たちはこの人たちが笑ってスタジアム出られるようにしなきゃいけないんだって思った。今シーズンの収支を報告したんだが、現状相当な赤字なんだよ。クビってことですか。お前よくそれでホペイロだなんて言えるな。何やってんだお前ら。ビビりすぎてクソ漏らしてんじゃねえだろうな。こらサッカーに関する全部が大嫌い。何にも考えず思いっきりプレーすればいいじゃないですか。それで勝ってくださいよ。